はい、どうも、伊沢急流です。アランウェイク、前回で一応本編の方が終わったんですけど、これですね、このシグナルっていうのと、小説家っていう、この2つの特別編の方をやっていきたいと思います。では、スタート。ここまでのアランウェイク。得体の知れぬ闇の存在に妻をさらわれ、俺は書いたことが現実となるホラー小説を書いてしまった。アリスをわずかに残っていた俺の理性が物語に脱出シーンを書き込んだ。俺はアリスを救った。物語の結末を変えたのだ。だがその結果、今度は俺が囚われてしまった。光の届かぬ悪夢のような世界に。湖じゃない、海だ。困難な仕事をやり遂げた後の感情は複雑だ。達成感、安堵、悲しみ、そして絶望。全てをシャットアウトし、極度に没頭していた時間が病のように自身を蝕み変えてしまう。だが仕事を終えたら次は回復が必要だ。自ら閉ざした扉を打ち破り、再び光を呼び込むのだ。見覚えのある場所だった。だが何かが、どこかが違っていた。いらっしゃいませ。まるでひどくリアルな夢の中にいるようだった。あなたの本全部持ってるわ。不快な既視感だった。あのパネル、なぜここにいるのか、さっきまでどこにいたのか記憶がなかったが、ダイナーの奥で何かが待っている気がした。コーヒーでもどうです。ここのは格別ですよ。ついつい長居しちゃうくらいね。それはもう人間っていうより中身はブラックコーヒーって感じよね。完全にこの街来た時に、いつまでいられるの？あ、夢みたい。街と同じだよね、来た時と。頼まれてくんねえか、一曲かけてくれよ。ジュークボックスの6番だ。よかろう。足がしびれちまって立てやしねえんだい。血行不良ってやつさ。ああ、マジかよ。またくっつけたつけた野郎だ。それでもロッカーかよ。呆れちまうね。はまた詰まったか。何、ちょいと蹴っ飛ばしてやりゃ一発さ。ライミング、ドリンクアップ。兄弟だからってな、猫身を襲わねえとは限らねえぞ。よっしゃ、やっぱいいね。不協和音がすげえ。最悪だ、また始まっちまった。この先に行ってはダメ。危険なのよ。行くしかない。あの時と本当に一緒だな。一番最初と。ほい。アラン、それ以上沈むな。何？集中しろ。自分を見失うな。私も手を尽くすが君次第だ。よいよい更新地点を探せ。何だと？声が届かない。全ては君が引き起こしている。集中しろ。原因は君だ。悪夢だ。深すぎる。これ以上耐えられない。突然ウィークの目前にもう一人の自分が現れた。この瞬間俺は悟った。闇の世界だ。俺は闇の底に沈みつつあった。武器が必要だ。お、ありがてえ。あ、これは概念としてのライトだ。君の役に立つ。ありがてえ、もらっとくぜ。リボルバー。これは排除が可能な論理上の手段だ。気をつけろ。
私はより良い更新地点を探す。全員のことは理解できず、居場所が分かっても事態は変わらなかった。ディパーチャーの完成後、何かが狂ってしまったのだ。油断せず行かないとな。あ、うわ、なんだ今のは。なんだ、テレビ。闇が訪れ、ダイナーから人気が消えた。突然ドアが突き破られ、奴らが現れた。一発じゃ壊れない。壊すもんじゃねえのか。これだって入れないよな。あれどうやって飛んだ。まあいいや、とりあえず進むか。そういうこと。やばいな。運動を忘れるな。やば。これであの目覚まし取れるでしょう。8発か。こっちじゃねえのか。トイレでもなく、ここか。全員待ってくれ。世界が歪んでいた。ここは森ではなかったはずだ。これはダメだ、逃げる。とりあえず家に逃げ込む。ちょっと失礼。なんかマイクが遠い気がしたんでね。あ、原稿だな。確かに俺の原稿だったが、内容は断片的で支離滅裂だった。リロードを焦る。指先から弾が滑り落ちた。テントから飛んできた。ベッドは魅力的だったが、ただのラジオだった。彼女は電話の音。GPS が機能していた。
予想外の展開だった。もしもし。探したぞ。聞こえるか？私の声が聞こえるか？ああ。君を助けたいが、そこは深すぎて届かない。私の元へ来てくれ。接続が切れる。言葉を使え。シグナルを追うんだ。シグナルね。この異様な世界に現実の衛星電波が届くはずがない。だがこのシグナルは確かに俺をどこかへ導いていた。おそらく全員の元へと。フラッシュライト。どうだったの？フレアガン。おお、なるほど。面白いねこれ。リチャージ。バッテリーか。なるほどね。面白いシステムだなこれ。あの一番最後のやつと一緒だね。じゃあ。また何かが変化した。闇は俺をもてあそぶように景色を変え続けた。どこだよ。弾薬欲しい。バチが、ウェイクに牙を剥いた。車が銃を舞い、肉を断ち骨を砕き、町が彼を葬ろうとしていた。ぶっこれ上か。やべえな。失礼。でここはさっきのダイナーでしょ。車が飛んでくるとかだよね。勘弁してくれ。やばい。とりあえず飛び上がん。全部倒さなきゃいけないとかじゃないよね、まさか。どこ行くんだ。うわ、マジか。どこに向かえばいいんだ。そこか。おお、ありがて。ショットガン来たな。嫌な予感がするからショットガンにしたけど。そっちか。
ずれていた。ああ、これでは追いつけない。君はどんどん沈んでいく。シグナルを追え。追ってるぞ。自らと向き合え。シグナルを。ああシグナルの先に全員がいるはずだが、変化する街が行く手を阻んでいた。先へ進むしかない。彼を探さなければ。とりあえずトーマス全員に合流しないと。こっちじゃないか。一層凶暴になった。道路は裂け、巨大な手にえぐり取られたように消えていた。全てが異常で不安定だった。やばいね。なんかサイレントヒルみたいになってんな。降ってきた。なんかやだな。なんかサラが本出したみたいな。カラスの裁判に早いやつ以外倒さないで逃げた方がいいか。なんかそんな気してきた。あぶない。入ってきて。やべ。難しいなこれ。
さっきカラスにあれだよな、阻まれなければなんとかなったんじゃない。大丈夫か、もういいでしょう。てかもうやめてくれ、辛い、今のは辛かった。はい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 、弾とか発煙筒とかマジありがたいけど、フレアガンの弾欲しかったな。術はないのか、今はただ先へ進もうかなかった。どこに、進める場所はと、ここか、ここか。実績で一石二鳥っていうのが手に入ったね。あー辛い、敵が辛い。ありがてえな、でもこれもうこれ補充できなかったらアウトだもんね。バリーがいないぞ。見て、あれバリーじゃない、ヘリもあっちの方角よ。覚えている、この後バリーを見つけたのだ。こっちだな。壊せながら惨めな少年時代を過ごした公園で、
計の音がすると思ったらあったね。やっぱりこれで全部か。怖っ。中か。でもない。ドアを開けるには鍵が必要だった。鍵か。うわあ、マジですか。よしよし。バリーのポップだ。なんだかな。散らばんのやめとしは、どこに何が行ったか分かんなくなるときあるから。ポップアップ、ポンプアップショットガンは欲しいとこだけど、さすがにあるか。手に負えないほど歪んでいた。中はあまりにも広大で先が見えない。何かが動いていた。出口はどこにも見えなかった。言ってろ。そりゃ言ってろって言うわ。おい、変化は容赦なかった。地下室が膨張したのか、あるいは自分が縮んだのか、シグナルが途絶えた。自力で出口を見つけるしかなかった。火炎つけたらやばいやつ。
う使い方もできるのか。面白いね。これはいいわ、弾の節約になる。電池は補充しとこう。よし。うわー、びっくりした。あれ当たんのか、当たり判定あんのか。あ、目覚まし時計だ。やっば。オッケー、本当この火使えるな。危ね。登る。はしごか。全員が原稿を残していた。俺を助けるために。おお、うん、友人。よう、バリ。よう、大先生、元気そうだな。お前は本物じゃない。いや、なんでわかった？スケスケだからか。俺もお前の空想の産物さ。お前だって怪しいぜ。ありえない。ほう、じゃあここまでの吸ったもんだは全部ありで、それだけはありえないってか。わかった、もういい、急がないと。 GPS か。ああ、 GPS な。シグナルを追えだろ。よっしゃ。壁、とにかくな、俺はお前を助けに来た。だからしっかりしろって。いいな。口の悪さも本物そっくりだな。おい、それは俺のせいじゃないんだぜ。そんなこと言ってない。まあ落ち着けって。とにかく全員の指示に従うんだ。やつはここを熟知してる。エキスパートだからな。ってことはこの偽物バリン。とにかくこれがありえなくて全部お前の妄想だってんなら、お前は何なんだよ。おお、いい、一瞬でも喜んだ俺がバカだった。何言ってんだよ。心の底じゃいつだって俺に会えて嬉しいくせに。本当は分かってんだろ。俺はそこまで M じゃない。そりゃそうだろ。トラブルとはまるで無縁の人生だもんな。そりゃどうも。フラッシュライト。ランタンだ、やったね。あとはリチャージ。
転がってっちゃう。あとは大丈夫だね。シグナルはあの辺りを指してるようだな。ええ、あれはビルトモア製材所だ。なぜ知ってるんだ。お前が知ってるからさ。理由は自分に聞いてみな。ああ、現実世界で前に看板を見たことがあるか、あるいは俺の製材所って言葉を聞いてお前が製材所を切り出したのかもしれないぜ。最高だね。ああ、頭が痛くなってきた。いや、これも痛いのはお前の頭か。おい、俺たちは一心同体さ。まあまあそうやね。よいしょ。なんてこったい。なあら、あれだな、ペンは剣よりも。その先を行ったら首だからな。強しってな。首だ。はそういうことね。文字で力を与えられるってことね。光を与えれば。こっちか。いいね。ツールか。ありがてえ。いっぱい降ってきた。こんなこと全部言ったか。敵を集めて、それで蹴散らす。やっぱいな。すげえ数いるな。
こに行けばいいんだこれ。戻ってきちゃった。とにかく奥か。スタミナが切れた。敵が近い。めちゃくちゃなやり方してるのはわかるけど、あっぶね、あっぶね、いやー敵が多い。とりあえず山は越えたか。とにかくここを越えなきゃならないんだろう。解決の糸口はきっとあの単語のどれかにあるんだ。お、そうかい。そうさ、言葉を使うんだ。鋭い洞察だな。なあ、だろう。うわぁ、めんどくさいな、これ。やっぱ、こうでなくっちゃな。俺の助言に従ってみゃ間違いないって。お前が勝手に何かやるからトラブルに巻き込まれるんだ。うるさいぞ。今の俺はお前に喋らされてんだぜ。暴走忘れたか。これじゃ誰だっておかしくなる。とんでもない、最高じゃないか。お前の回復にも役立つぜ。よっ、うん、びっくりした、落ちたかと思った。
ちか。早く取らないと転がってっちゃうかもしれないからね。ウェイク自身の言葉があたりに散乱した。ゴミの山だ。彼の著作が彼に襲いかかった。ハードカバー、ペーパーバッグ、クズだ。安っぽい紙クズの群れだった。テレビに映る奇妙な俺の映像は前にも見たが、ここでの奴は明らかに常軌を逸していた。まるで自作の主人公を破滅させようと躍起になっている破綻したストーリーテラーだった。全くだな。なんかある。あ、弾もある。うん、フレアガンのはすごいありがたいね。危な。おお。さすがに当たったら痛そうだな。うん、目覚まし時計はないか。ポルターガイスト。ポルじゃねえ。全部やったか。これは変なもんつけると大変なことになる。そいつはまずいぜ。ふっと、ハズレだ。これはあれだね、やっぱり。いや、あとこんなとこで出られてる。本当に下手なもん出せないぞ。あ、やば。やばいな、これ。
あ、やばい。やっちまった。なるだけ出さないようにいかないと。で、なるだけあれがないところをやっていく。抜けたか。よし。大地が震え、地面から突き出した街灯が激しく点滅し、火花を散らした。ウェイクは闇の中に殺意をにじませ前進する無数の影を見た。屋根をかもするから。ああ、やめろ。うわ、こいつはヤバすぎる。お前ヤバいぞ。あれ、これも全て俺の妄想なのか。そういう場所なんだよ。いろんな思考がランダムに現れる。ここじゃ想像力が命取りになりかねない。でもお前だって俺は。いいか、アラン、お前のためにもこれ以上余計なことは考えるな。とは言ってもね。これ当たって大丈夫か。やっぱ、やばいな。おお、どんどん抜けていくしかないね。
おお、いいね。おお、いいね。倉庫に入るにはまずドアを開けるんだよ。じゃなきゃ進めないぜ。妄想なのになぜこんなにややこしいんだ。お前がややこしいからだよ。待ってろ。でも俺は。あり。まあ、せやな。あ、いたい。やば、やーべえ、車がなくなった。車邪魔だ。やば。うわ。車お釈迦になっちゃったかな。お釈迦になっちゃったよ。あ、バリーがいる。あんなとこに。どうし。マジかよ。あとはあそこか。いいね。ショットガンとも取れない。逃げろ。敵が。
いやなかなかのダイブだったね今。自分でもそう思うわ。どこじゃろ、上かな。そっち側だろうけど、こっちになんかあるかな。なし。ゴーゴー。なんだ。ハンティング？ライフルか。でもライフルの弾もないしね。どうしよっかな。か。だってまだ29発あるしな。したのよ。いつも私がこっち側でしょ。ここあれか、港か。あ、ここ開けてね。あれ、バッテリーは欲しい。だ、マックスだった。水の中から出てきたりして。罠だった。ウェイクは敵に囲まれ逃げ場を失って。いい加減にしろ。囲まれてたな本当に。登る、はしご。ありがてえ。お、大型ランタンだと蹴っちゃった。よいしょ。目覚ましあったな。はい。それにしてもあれだな、やばいぐらい敵出てくんな。戦闘。おっと、あの音はやばいんじゃないか。うん、ああ確かにやばいっすね。どっから来る。いるね、向こう側に。ちょっと見えたよ今。
ンコーダーもないし、ね、やっぱり保管的なことですね。やば、やばいなやっぱり。ほいほいほいっと、こっち入るところだから、目覚まし時計分かりやすくていいね。チクタク音がするから。ういさあさあ、どっから来る？これで全部ではないじゃん。後ろは大丈夫かな。ガス管でなんとかなったか。この埃じゃまたアレルギーが出そうだ。お前は幻影だろ。いや、このアレルギーは現実だね。この通りだ。てかハウスダスト出るんだ、幻影でも。無駄弾も多かったな今。やれやれだ。こっち出れるね。ほい、あれ出れるかと思ったら出れなかった。ほいっと、ほいっと、ほいっと、ブリッジ。
ダメよ。下でみんなが待ってるんだから。今は。あら。幻と分かっていても胸が痛んだ。アリスを救ってからもうどれくらい経ったのだろう。数日、数週間。今の俺には見当もつかなかった。なかなか辛いね。見るか。あ、サッカーのミュース。マジか、これ。してる間に、あれ、うわマジか、むず。ってことはあそこまで行かなきゃいけないから、これだ、よいしょ。でやっといて、で使って乗って、あれ、ああ、どうしよう。それはさすがにやばいんじゃないか。3人目がいたとはな、敵で。ねえアラ、こっちよ。いいものがあるの。アリスの無事を願うほかなかった。闇から逃れた彼女はその後どうなったのだろう。本当にアリスどうしたんだろうね。まあこの闇の世界にいる間は絶対わかんないだろうけどね。ジェイン、あんたか。ではなさそうな感じがするけど、降りんの一体。ああ、待って、そのままいい感じよ。こうか。もうちょっと笑って。それじゃ笑いすぎ。ミステリアスでタフなイメージが欲しいの。ちょっと危険な香りの男ってモテるのよ。俺はクリーンだ。よく言うわよ。あんな小説書いててクリーンはないでしょ。ケイシーだって殺しちゃったんだから、ちょっと危ない方がイメージなの。そう、そんな感じ。素敵よ。しかも危ない。こうして見るとヒゲも悪くないわね。よく似合ってる。オッケー、終わりよ。やっとスーツが脱げる。あら、似合ってるのに。セクシーだろ。あの頃の俺はまだ欠けていた。作家である自分を信じていた。いい思い出だが、今は辛すぎた。なかなかね、うまくいかないもんですよ、それ。外か。外だな。お、お、びっくりした。ショットガン出しとくか。
こんだけ手に入るってことはまだなんかあるな。お、トーマス・ゼインだ。アラン、よくやった。ここならしばらくは安全だ。今のうちに話しておこう。時間がない。ゼイン、どうすればここから出られる？それが君の敵だ。君自身だよ。闇が、闇が迫っている。彼はさらわれ、道を見失った。分かっていた。彼には耐えられない。出口は何のだと。俺はここにいる。こいつは俺じゃないだろ。残響、妄想だ。闇の力が。これは闇ではなく、君が引き起こしている。君は自分の悪夢に囚われている。敵は君自身だ。ウェイクには理解できなかった。もう助からない。ああ、二度と目覚めない。闇のうねりが近づいていた。彼を飲み込む闇のうねりが。黙れ。ああ、ダメだ。ああ、狂気の渦に押し流され、全員は消えた。迫り来る何かがウェイクの心を蝕んでいた。闇もそう悪くない。彼は内なる闇を感じた。真実を語る声だ。だが思考が乱れ理解できなかった。彼は思考を止め、ただ流れに身を任せたかった。なんだ、やるしかねえか。おっでくるやつだな。
倒したか。ライフルの弾か。もうライフルはないんだよな。プルプルしてるけどあいつ。まだなんかあるだろこれ。ついたかね、ついたかね。ハートマン、すべては君の妄想、フィクションだ、フィクションだ。違う、違う。ハラン、ハラン。君の妄想は、妄想は。どうして俺なんだ、俺なんだ。ロッチだ。結局ハランは闇から抜け出せなかったんだね。やっぱりバッドエンドなのかねこれ。まあ次でわかるでしょう。それではじゃあ特別編2でお会いしましょう。それではまた。